本日2本目ですけども、で、なんでもなくやってまいりました。皆さんご存知、岩倉南公園。どこやねん、これって。え、忘れ物や忘れ物やこのシステム、このシステム忘れ物が当時からこうやったもん。あ、そうなんや。晒し物スタイル。もう最初に聞いたのは多分幼稚園の年少とか、もうほんま2歳とかから、うん、まあ、もう絶対実家が近いんで、うん、ある程度、まあ、ちょっと私を案内します。お願いします。久々ちょっとね、さっき酒井食うて、うん、上の方に来たんで、せっかくでちょっと地元左京区岩倉を楽しんでいこうかなという動画でございます。どういう動画やねん。風強いな。ちょっとボーなってるじゃん。やっぱこの京都、まあ、田舎やから、この広大な土地、ちょっと一周してみ、そこから今のでこっち側に降ります。このスケボー場みたいな、一周できるとこがあって、向こうに待って、一番でっかいジャングルジムなくなってるやん。分からへん、分からへん。何とか探し出して写真載しておきます。こんな感じ、こんな感じ。でも何を言ってもこの公園の一番素晴らしいところは、うん、ここなの。え、ここ。いや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 、ここです。こんだけなんかいろいろあるのに、ここなんです。ここにもう、まあ、一番長かったら8時間とか。8時間ずっと友達と喋ってたっていう。ここで屋根あるから、うん、大雨でも大雪でもここ。いやいやいや、素人はちょっと素人や、そのベンチ、手元であるベンチ、はいはい、あるやん、あれ行きがちやけど、はい、素人やから。あ、素人。ここなの。本物はここなの。今の言ったらあかんのかな。ここで正直パーティーしたい、うん、あんまりちゃんと本名忘れてから、パーティーしたいから、ここで、ここでよ。今今日みたいな天気ない。20人ぐらい集まるから、ここ で, で寒いから今から、うん、今もせいけど、もうただ寄せ合ってみんなでわー言うてしゃべる。やばいやろ。まあ地元のたまり場やな、言うたら。せやな、まあこれね、懐かしい。ここでここでベイブレードしたりとか。ここでここでここで戦わしたり。ここで無理やろ。じゃあ できんで、それを俺らの中では特訓って言ってて。特訓なんじゃない公園ですけど。あれ何やろ、あれ何、これあの棒みたいな。え、棒はあれやんか。何すんの。あ、登り棒かこれ。あー、もう今信じられへんぐらい冷たいけど。手キンキなり。今から寒いから。寒いな。そうそう。で、俺らがまあ、あそこでパーティーしてたんは、うん、もう20代の時やから。いや、ちょっと待って。え、ちょっと今さ、お前14歳ぐらいの話してた時の14、15歳とかは逆にみんなこうけえへん。あ、そうなんだ。小学校の時はもうここでたっぷり遊んで、うん、もう毎日ランドセル玄関置いて、そのままここ集合や、うん、ここで死ぬほど遊べる。で、中学になって部活が始まるから、うん、そう遊べられへんって。18とかぐらいから、うん、あとここに集まり出すという。え、お前20代であそこでパーティーしてた。そう、これね、これここが、これが大事やった。これ何が大事だ。鈍角わかる。どいちゃん、わかる。鈍角するときはこうなんです。え、ここでおじさん、どんどん棒がこいつやった。あ、これなんや。これこれ、俺らこんだけやっててもまだバリ勝負やから。岩倉マラソン他に遊ぶところがあんまないんで。ないからね。公園最強説。だから今度はあの、え、だからみんなこう集合なってみんな言うのよ、うんうん、今度それを言ってどれぐらい人が集まるかって企画しようか。集まってくれるのかな。今27歳になって集まってくれるのかな。みんなこう集合なっつって岩倉南公園ぜひ来てください。ぜひ。あの屋根あるとこにちゃんと
やー、ええな、ええ格好。今倉のおすすめスポットはまず南公園やけど、南公園ね、ここがまずあの永山電鉄の今倉駅やね、これが、はいはい、うん、これな、はい、懐かしいな、みんなヤンキーはここに、うん、あの現状とかチャリンコ止めてたよ、はいはいはい、チャリンコできたあかんのよな、チャリ通あかんけど、あかんけど、でその左側がその、洛北中学校ですよ、出身、私の出身母校、これが東公園、東、これは結構新しいねんな、なんか新しそうな、これが小学生時とかにできたんじゃなかったかな、土地もあったんやろうけどリニューアルやったんかな、あれで、ここ、ここが、まあ、ちょっと横からなんで分かりづらいですけど、これは岩倉南小学校が私の母校でございます。ああ変わってね、小学校あんまり変わってないな、ブレーメンのパン屋さん行くか、レモンパン屋さんあるかなっていうか、潰れてる可能性もあるしな、めちゃめちゃうまい、あのチョコ餅みたいな名前の、うん、めっちゃうまいパンあったよ、チョコ餅、待って、あるやん、ブレーメンのパン屋さん、おお、ちょ寄っていいよ、ブレーメンパン屋さんやん、手作り、ブレーメンのパン屋さん、手作り、ここここここブレーメンのパン屋さん、ここブレーメンのパン屋さん、めちゃ綺麗やん、うわ懐かしい、リニューアルしてるんじゃん、ちょっとこれは行こう、懐かしい、変わってない、変わってない、綺麗になってるんじゃないこれ、いやいや綺麗、どうしても綺麗や、あそうなんや、リニューアルとかじゃなく、ああだから12、3年ぶり、そう、よく食ってたやつにしようじゃん、懐かしいわ、そのよく食ってたやつにしようや、せっかくやし、他に買っていこうよ、 OK、 お待ち、うまそうやな、これ大人のクリームパンにしようかな、うん、めっちゃよりより食うてたのに、あ、そうなんや、その時からいてはりましたね、お母さん、ですよね、うん、全然変わってへんと思う、ブレーメン47年目、47年目昭和52年で、今もやっぱ楽中来るんですか、あのね、楽中も持っては行ってないので、はい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 、はい、だから、あの、行き品によって行ったりしてくれてるよ、はぁ、あ、ほら、ほら、みんなね、あれなかったですか、ちっちゃいチョコの柔らかい、うん、あ、あれもなくなって、あれもなくなって、あれ好きやってんよな、みんなそう言わん、ちっちゃいなチョコで、マシュマロチョコやな、まあ、そう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 、マシュマロチョコ、せやね、これちょっと、100ちょっとないので、もう200円でいいわね、いやいや、そうだ、いいですよ、大丈夫です、ほんまですか、うん、ごめんね、770円いただきます、はい、今日ね、よりより買ってたら ね、 よりよりね、みんなに取られるんですよ、あ、そうそうそう、おっちゃん、行くぐれやいさんがちょっと持ち寄ったんで、ありがとう、ブレーメン食べたいな、いや寄ってくれてありがとう、嬉しいわ、いやいや、そうなんや、続けといてもうて、ありがとう、まだ行きますわ、いや、ラストおまけさもうなんか、中生の子が来てくれたらすごい嬉しい、そうです、そうです、わー、懐かしい、ありがとう、はい、ありがとう、まだまだ行きます、いやいや、本当ありがとうございます、ありがとうございます、このこれは愛されるわな、自分わかる、まず宮部咲也の YouTube でこんなほっこりしたシーン今までなかったかなかったないやちょっともう一回ライブの方でお願いします、永山電鉄岩倉駅から降りてもな、歩いて分からへんと思う、買ってないな、ブレーメンのパン屋さん、ぜひ皆さんも、覚えてるわ。
懐かしいな、こういうバット。ちょっと行ってこったやろ。ほんまに？オーケー。ありがとうございました。いいですね。ボールないけどな。いやもうこれでもう岩倉最強よ。で、いやでもぶっちゃけさ、うん、小学生だからこうやってさ、うん、こうやってるだけ楽しいから。確かにな。楽しいな。岩倉の激アツストリートでした。ありがとうございました。俺の中ではブレーメンとミナコと あとマクドあるからな。えマクドはどこにでもね。いやマクド岩マクよ。ここ通称岩マク。岩マク。懐かし昔、うん、これは名前出せんからあれやけど、うん、岩マクってまあまあ今からも通るけど、うん、まあ、ってマクドがあって、うん、でまあ小学校の時とかこう家族でドライブスルー行ったりとか。まあね。するね。やけどまあこう中学になるとさ。ちょっとこう遊ぶっつってもよくないからこう電車乗って街中に出てみたりとかするやん、はいはい、中学生だったら、はいはいはい、ってなった時にこうまあ国際会館っていう駅から地下鉄乗って、はいはいはい、まあ市場 あそこ岩手そう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 学校休みの日とかに、はい、で部活もないってなったら昼からこう国際会館から地下鉄乗って、うんうん、で市場行ってこうまあゲーセン行ったりとかさ、うん、こっちゲーセンすらないからさ、そうやな、から遊んだりするやん。で夕方ぐらいにまたまあまあ映画見たりとかして帰ってきて、で帰ってきたらじゃあ最後マクド食べて帰ろうみたいな、まあ、ちょっと喋って帰ろうみたいな、はいはい、まあまあなるやん、はい、で時にほんま名前出せるけど、まあ、まあまあ T 君のやつ、仮に仮にな T 君やとしたら T 君っていうもうめちゃめちゃやんちゃな子がおって、はいはい、もちろんまあ俺同じ中学同級生やって、はい、まあもちろん面識はあるわけよ、うん、でももうめちゃめちゃ延期やから、ね、そのマクドの半分ぐらいの椅子をもうそいつが仕切ってんのよ。 T 君 T 君がその時間帯に行くと子分を5、6人従えて、あはいそういうことね。 T 君あのいや今何でほんまかどうか分からへんねんけど、あの喧嘩の遠征で学校休んでたから。喧嘩のほんまや。ちょっとじゃあほんまかどうかで俺が聞いたのはほんまやでってこと。喧嘩の遠征。喧嘩の遠征って。そうそうそう。で俺その時は席近かったよ T 君と。で、さっき、俺明日休むしって思って、ああ、分かった。一応話すぐらいの中ではあったんや。いや、まあまあ、いや、微妙よ、微妙やけど、ね、席近かったからね。で、さっき明日学校休むわって言われて、あ、そうなんやって言って、で、なんでなんて聞くやん、まあ、そら。ああ、ちょっと喧嘩、でも遠いし。今日出発すんねん。ええー、言うて。どこまでそんなことあんの思って。どこまで行ったの。いやまあこれもほんま都市伝説で、うん、都市伝説やけどな。いやだからそんな噂によるとそのちょっと前にあった校外学習みたいなので USJ かなんか行った、はいはい、時に揉めた相手とみたいな、うん、あみたいなみたいな話になってやって後日日を改めようとなったんちゃう。これが岩倉行き。いや、岩倉駅の次やし、え、三宅八幡かな。今やったらこの大学、まあ、卒業間近とかさ、はいはいはい、まあ、ちょっとこうやっぱり大学生の時もさ、18と21と言えたらちょっとお金の余裕が違うんだよ、それ。ああ、確かに。そうなってくるとで、岩倉ってほんまに飲み屋とかが少なくて、はいはいはい、だからお店自体がもう少ないし、はいはい、でそれでも俺らがよう行ってたんがここなんよ。無法松っていう。あ、無法松ね。このな、無法松、これな、居酒屋さんだけど、うん、ここになんかこう久々に昔の友達と集まるっつったの。へえ。これ、マッポームの…マッポームの可能性ないです。可能性はない。ないです。ないです。あるけど、昔の看板。そう。昔の看板、逆パターンあるけど。でも、今くらは、それこそブックオフとかがあったりとか。うん。俺らそんなん1個できるだけでもめちゃめちゃ街全体が湧いてたもん。ああ1個できるたびにシムシティみたいな感じだな。そうですね、1個できるたびにシムシティですよ、うん、シムシティよりシムシティじゃうかな。シムシティよりシムシティ、シムシティじゃうかな。街の発展って嬉しいもんやからな、地元に。いやまあ何でも変わらんでいてほしいみたいなところもあるけどな、正直。確かに、まあ、あの日の思い出がねそのままあった方がいいからね。最後はじゃあ岩幕で終わりましょうか。岩幕買って終わりましょう。終わりましゅ。噛んだよ。
あ、岩倉だ、そういうの。あ、終わりまし。岩倉やから。あ、そうなの。終わりましっていう、ね。学校の先生とかも。あ、はい、もう俺ね、以上で今日の授業終わりまし。あ、言うんや。言う言う言う。じゃあ、言ってな、あの、ミニ、以上で終わりまし。あ、全然いい。多分、岩原は何やったの、うん、何飲むんだ、うちゃん。飲むの、マックシェイク。マックシェイク、はい、僕、コカ・コーラゼロの L ください。と、マックシェイク、うん、マックシェイクの M。あ、じゃ何がバニラ、バニラ。バニラで。はい。はい、以上でお願いします。はい、大丈夫です。あれ、話が違う。はい。はい、ありがとう。はい、間違いないです。はい、間違いないです。ありがとうございます。あれ話が違うけどな。ありがとうございますじゃない。何それ、聞こえる。これが岩倉のやり方か。そうです。これが岩倉の。岩倉はこんなんです。ティークのやり方こんなん。はい。ええな、やっぱ岩倉。落ち着くわ。じゃあまあこの後はとりあえずマックシェイク飲んで他にパンだけ届けなのかな。じゃあそれだけ取るわ。取らんでえわ。それ取らんでえわ。じゃあ終わり。はい、以上です。終わりましょじゃない。終わります。終わります。もうええわ。